団金男子像、愛川考古館所蔵。団金男子像、または、埴輪男子像は、群馬県伊勢崎市の公益財団法人愛川考古館が所蔵する人物継承派には、国の重要文化財に指定されている、群馬県前橋市朝倉町で出土した。団金男子像は、愛川考古館における展示資料名で、文化財としての指定名称は、埴輪男子像である。 投資料は、同館のシンボルマークになっており、公式 Facebook や公式 Twitter では、ことわにくんとして、キャラクター化している。断金男子像の三面男子が高い椅子に腰掛けて、膝の上に置いたことを弾いている。なお、このことは、現在の13元のこととは異なる日本古来のもので、ワゴン、山戸ごと、和ごとなどと呼ばれるものである。長さ約1メートルで木製の板。 あるいは竹を割ったものに五弦を張り、男子が膝の上でそうしたと考えられている。また、このことは単なる楽器としてではなく、祖先の祭りや占いなどの宗教的用具として用いられた貴重なアイテムであったと考えられ、古事記にもその記事が見える。このようなことを弾く男子像は楽器を持つ埴輪の中では最も多く、全国で三十例ほど知られているが、 ほぼ全身が残る類例は本校を含めて10例ほどあり、福島県西白川郡泉崎村の原山一号墳、出土例や、神奈川県横須賀市の田で玄古墳出土例、大阪府市上縄手市忍川岡駅前、遺跡出土例などが知られる。人物埴輪の形式学研究を行った塚田領道によれば、ことを引く埴輪像は、 本校のもののようないざと呼ばれる腰掛けに座る姿、あるいは、落座と呼ばれることを引く、人物特有の足裏を合わせた座り方の像を、通例とし、現状では、男子像に限られる。また古墳に並べられた埴輪群像の配置分析から、群像の中心的な存在である座像で構成された、グループに属し、共演の場で総学する人の姿と考えられている。ありがとうございます。